はい、どうも TCS、今回です。今回は、今日はね、こちらですね。今日はね、二次三次コラボ来てるんで、こちらね、無料でガチャが引けるんで、こちら引いていきたいと思います。ということでね、これサブアカなんですけど、名前変わりました。はい、デビ武神ですね。よろしくお願いします。はい、ということで、今イベント来てまして、6.5 周年イベントということで、6.5 周年アニバーサリーということで、フレンド招待で二次三次コラボがね、ガチャ10連引けますね。これこんな感じで、招待。リンクをね、貼って、それを3人にやってもらう感じですね。これをやっていただくと、ガチャ10連分もらえますね。これをね、3アカありますんで、こちらでね、紙引きしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。まずこちら受け取って、まあ、これは特に金枠確定とかはないのかな？うん、普通にね、ガチャが引けるって感じだと思うんですけど、で、ガチャがおそらく、これね、どっちも使えるんですよ。復刻と、こっちのね、新しい方、どちらにもね、使えますね。まあ、なんですけど、復刻は、1段と2段が混ざってますね。うん、このなんか、この王様とね、女王様みたいな感じの衣装も入ってますね、こっちに。っていう全部一式まとめられてるんですけど、まあ、やっぱり新しい方かな。うん、新しい方をね、引いていきたいと思います。で、選べる確率アップということで、この3人の中から確率アップができますね。で、どれぐらい上がるかっていうのをちょっと見ときたいんで、普通の状態が 0.220 から、じゃあ佐々木作さんにしましょう。あ、0.256、気持ち上がりましたね。気持ちだけね。はい、気持ち上がったので、まあ、ラインナップまず見ていきましょう。1番のあたりがこのパラシュート。星の光ということで、なんかオブジェにもなって、なんか5人ぐらい乗れるのかな、この中に。で、ダンスするというね。これね、なんか真ん中にデビ武神って出てんの嫌だな。デビ武神嫌だな。はい。で、車と。車もね、今回強そうですね。っていうのが入ってて、これクーペ。なんかすごいな、これなんかコンパクトだな、なんか。はい、って感じで、これキャラクター展示とかがありますね。これ出てくるんですけど、後ろ。すげえな、これ。これもまた相当すごそうな機能だな。はい、っていうので、衣装がね、3人ありますね。で、わこんばんにちはということで、お三方いるんですけど、全員激アボイスとかありますね。こんなのね、ちょちょいのちょいなわけですよ。ちょちょいのちょいなわけですよっていう感じで、よっしゃやりよっしゃやりとか、まあ、やっぱ佐々木作さんが一番いいかな。ていやっていいね。ていやっていいじゃないですか。衣装は3人ですね。あ、じゃあ違うわ。3人じゃない。もう1人いた。気をつけ。こんにちは。月のミトです。月のミトさんのノーマルバージョンかな。しゃ、本気る。気持ちいい。あ、これいいな。これいいな。アイドルバージョンとノーマルがあるのか。なるほどね。で、武器は、今回なんか一人称視点とかがある感じね。え、すごい。これ激アボイスある。これいいね。一人称視点とかあったりして、こんな感じね。はいはいはい。あ、いいね。なんか踊ってる感じのやつね。はい。激アエフェクト。こんな感じ。これいいのは16だけかな。あ、いや、そんなことないか。いや、激アボイスがあるのは16だけだね。多分。これもね、一人称展示はあるんだけど。なんか分身出てきたんだけど。そんなことある？すげえな。いや、それはすごいわ、普通に。はい。って感じか。この辺は多分さすがに、うん、普通だね。この辺普通だ。81と MP。って感じですね。これ背景がめっちゃ怖いな。背景金枠怖いな。はい、なるほどね。パンダも怖いね。パンダも怖いけど。はい、そんな感じとなってますね。まあなので、狙いはね、まあ金枠出てくれたら嬉しいんですけど、まあ衣装が出たら超嬉しいですね。はい、ということで、無料10連かける3回引いていきたいと思います。じゃあ早速ね、まずこちら10連いきましょう。それでは、二次三次コラボ無料で、レッツゴー！はい！あー、ダメでした。10連目は爆死。オレンジ枠はあんま期待できないか？特に何もなかったか。あ、まあ一応コラボのやつは出ましたね。まあだけどいらないと。これ1個もらえるね。1連引いときましょう。はい。まあさすがに来ないと。あ、一応コラボのやつね。はい。じゃあ次のアカウント行きましょう。1アカ目は爆死でしたね。次のアカウント行きます。はい。それではね、次のアカウント引いていきましょう。さすがにちょっと金は来てほしいな。さすがにね。さすがにちょっと金はお願いします。ということで行きましょう。それでは、2アカ目無料10連、レッツゴー！あ、待って、確率アップしてない。危ねえ、佐々木作さん。はい。それでは行きます。レッツゴー！あー、これ、甘くねえ。甘くないか。ちょっと金は来ないか。めっちゃオレンジある。はい、あー、ボイスは出ましたね。はいはい、よし。なかなか渋いな。はい、単発。はい。はい、ダメですと。はい。
ちょっと渋いな。はい、あと本赤ですね。本赤引いていきましょう。はい、ということで最後本赤引いていきましょう。さすがにね、金出ないのだけは動画的に面白くないので、マジで金お願いします。マジでお願いし、ほんまに頼むぞ。いきます。それでは佐々木作さんにして、それでは、ラスト無料10連、頼む、来い。なんでだよ。なんでだよ。来ないもんか。はい、ダメでしたね。マジか。めっちゃオレンジ枠は出た。めっちゃ出た。マジか。はい、ということで、1個もらって、これも引きましょう。ダメか。マジダメだったな、今回。うわ、マジか。つら。爆死だ。30連爆死でしたね。いや、これはなかなか久々に爆死したわ。まあ一応ね、チャージ特典がありますんで、ちょっとこちら溜まってからね、引きたいと思います。ちょっと今引きたい気持ちもあるんですけど、ここはぐっとこらえてね、チャージ特典で引こうと思います。で、またね、ログインボーナスで、10連引けますんで、これですね、この、2時3時のログインボーナスで、ガチャまた10連引けるんで、ちょっとまたこちらもね、引いていきたいと思います。はい、ということでね、今回、ガチャ無料で30連引いたんですけど、いや、珍しくダメだったな。毎回結構金枠無料で出るんだけど、今回はダメでしたね。まあ、次回、無料10連またね、リベンジがあるんで、そこでね、リベンジしたいと思います。で、一応ね、こちらコインを集めたらいろんなものとね、交換できるようになってますんで、こちらコインね、集めてみてください。この衣装とかね、もらえますんで、これいいじゃんね。これ最高だからね。はい。これも欲しいとこですけど。皆さんね、ぜひガチャで何が出たかコメント欄で教えてください。ということでよかったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar.